図書館戦争図書館戦争北九州市立、中央図書館図書館戦争は有川博の小説図書館戦争シリーズを原作とする日本の実写映像作品シリーズ2013年に同名の映画第1作が公開され2015年にテレビドラマ図書館戦争ブックオブメモリーズ映画第2作図書館戦争ザラストミッションマイナスが放送 公開された。監督はいずれも佐藤信介、脚本は野木明子、主演は岡田純一と A 倉奈々。悪影響を与えるメディアへの取り締まりが法制化され、言語も昭和から平成ではなく、成果になったと設定された架空の日本の2019年以降を背景に、武力行使も辞さない強引な検閲に対抗して、本の自由を守るため、 図書館法に沿って設立された図書館の自衛組織、図書隊を舞台とする。その中でも新米隊員、笠原薫と鬼教官、戸上厚史を中心に図書特殊部隊の奮闘と恋愛模様を描く。ダブル主演を務める同情役の岡田と陸役の栄倉は、かつて文芸士、ダヴィンチで企画された読者が選ぶ市場キャスティングにおいて圧倒的な投票数で、 第一位となったコンビである。ただ、プロデューサーの辻本玉子は同志の結果を知らずに二人にオファーしたという。また、柴崎役の栗山千明は有川による執筆当時からのイメージモデルでもある。なお、関東と初基地司令の西名岩尾は実写映画版におけるオリジナルキャラクターである。実写版の設定では原作小説において、 基地司令を務める稲峰和一,一が聖火11年の日野の悪夢によって死去し、彼の意志を継ぐものとなるのが西名とされている。これは、かねてより稲峰のイメージ像とされていた小玉清の死去を受け、有川の希望によって図らわれた。また、映画、第2作には、テレビアニメ版で手塚光を演じた、声優、鈴木達夫がオファーを受けて出演し、実写版の手塚役、 福祉聡太と共演した。シリーズ第一作目、図書館戦争は、防衛省、陸上自衛隊、航空自衛隊の全面協力を受けて、実写映画化された。最終興業収入は17.2億円。原作小説と同じく作中の聖火31年、関東図書隊員、笠原薫は、図書特殊部隊に、初の女性隊員として抜擢され、教官である、 土のうえ厚の部隊に配属され厳しい訓練と図書館業務をこなす日々を送る。彼女が王子様として憧れる高校生の時に大切な本を両家隊員に奪われそうになったのを助けてくれた図書隊員の正体は実は厚紙であり、幾はそれを知らないまま彼の厳しさに反発するが自分の未熟さをかばい指導する彼に対し次第に尊敬の念を抱いてゆく。 そんな中、部隊員としての維持を柔軟な判断力を発揮して何とか終えた幾は、自分を見下していたはずの優秀な同僚、手塚光に突然交際を申し込まれ戸惑う。しかし間もなく、検閲に関する重要資料を有する小田原の情報歴史図書館主が死去し、資料を受け継ぐことになった関東図書隊は、両家隊の激しい攻撃を避ける争いに巻き込まれてゆく。だが、 他の仲間が前線に立つ中、幾は能力を鑑みて外され、監守の葬儀に出席する図書隊司令、西名岩尾の護衛に回される。幾は屈辱的な思いを抱えつつ、任務を全うしようとするが、葬儀の席に潜んだ両家隊賛同者たちにより、西名と共に誘拐される。幾の起点などにより、監禁場所を探し当てた厚白図書隊員たちは、救出に向かい、 激しい戦闘の末に救い出す。淳に対する強い尊敬の思いを自覚したイクは、光とは結局交際しないこととなるが、ある日淳に励まされ、頭を撫でられた時に、王子様の正体が彼ではないのかと気づく。アニメ版でも、モチーフとなっている、自衛隊入間基地のほか、熊谷基地や全国各地の図書館で、激しいアクションシーンを含む撮影が行われ、 作品公式ツイッターによってその様子がレポートされた。作品の理念を受け、通常を立ち入ることのできない自衛隊訓練場や大社、司令室などでの撮影許可が下り、協力基地の自衛官も作中に登場している。前編における銃撃戦の発砲音数は5000発以上に上った。地域フィルムコミッション他の協力により、以下の日本各地の図書館や公共施設、 自衛隊基地などを利用して、ロケが行われた。北九州市立中央図書館では、映画公開を記念した展示イベントなども行われた。2013年4月27日から、東方シネマズスカラザタ全国311スクリーンで公開され、3日間の観客動員数は25万7158人、興行収入3億3000万円を超え、 作品の満足度98.2%という高数値を記録した。ロサンゼルスで開催されている LA エイゲイフィスト2013にて招待作品として上映された。映画版第2作ザラストミッションが2015年10月10日に公開されるのに合わせ TBSK にて同年10月4日21時22時48分に実写映画 図書館戦争がテレビ特別編集版で、地上派発放送されたのに続けて、テレビドラマスペシャル、図書館戦争ブックオブメモリーズが、同年10月5日、ドラマ特別企画として、月曜21時22時54分で放送された。新たなキャストは、松坂通り、中村葵、土屋太志大鳥などで、ザラストミッションにも続けて出演する。なお本作では、 劇中作の小説、レインツリーの国のタイトルが、ネムの木に降る雨とされた。ドラマ版の撮影は2015年6月19日、ザ・ラスト・ミッションと共に、クランクアップ。王子様本人の前で恥ずかしい振る舞いをしていたとの疑念から氏に対して、ぎこちなくなるカオルは、両親の突然の訪問で彼らに隠していた、戦闘職への配属がバレ、 この仕事に反対する母親と居かいを起こすなど悩まされる。同じ頃、教官、小牧幹久は、幼馴染みで、聴覚障害を持つ中沢笠子に、聴覚障害者を主人公とした恋愛小説、眠の木に降る雨を進める。しかしその行為は、笠子の周囲に、かわいそうな未成年の障害者を虐待する行為と受け止められ、幹久は、両家隊に逮捕される。 三木久の行為に問題はないと判断するものの未成年のカサコを彼の救出のために巻き込めないと判断する厚しら上官たちに対しカサコが三木久に恋をしていると知るいくらは女心がわからないと反発事態をカサコに伝える彼を救いたいと願うカサコの申し出に隊長の源田隆介はカサコを名誉既損で訴え注目を集めた上旧知の雑誌記者 折口末期の協力を得て、笠子に記者会見を開かせ、真実を語らせるという作戦を立てる。当日、両方隊側は会場を閉鎖させようとするが、密かに、情報部に属する業務部員、柴崎麻子は自分に接近する、朝比奈修二がスパイであることを見抜いて、偽の情報を流して気をかく乱、会見は無事開かれる。そこで、笠子は、 中途失調に絶望していた自分に光を与えたのが、三木久であったこと、障害者の主人公が愛する人と結ばれる小説を、楽しんで読んだこと、それを非難することこそ差別だと訴える。会見後、一週間にわたる拷問に等しい取り調べに、大いた三木久は、図書体に救い出され、笠子と無事を喜び合う。後日、厚氏の配慮で母親と一定の和解を果たした幾は、 再びあつに頭を撫でられ、今度こそ彼が王子様であると確信してしまう。一方、今回の事件を裏で操る光の兄で文部科学省の未来企画リーダー手塚里氏は次のターゲットをるに定める。上記作の続編となる図書館戦争ザラストミッションマイナスが2015年10月10日より公開。放画史上初めて ドルビーサラウンド7.1が採用された。聖火33年、イクは厚紙に気持ちを伝えられないまま日々戦闘と訓練に励む。だが、手塚里氏の策略により、図書体の存在意義に疑問を抱き館内書籍を、噴射した未来企画審査隊員にはめられ凶暴を疑われた。イクは、サモン委員会にかけられ、窮地に追い込まれる。絵はここでカオルを食事に誘い。 未来企画の意義を説明する。それは、戦闘が過激化するほど検閲も厳しくなる現状の矛盾をつき、図書館を両家隊と対等な文科省参加にするものである。だが反面、検閲に直接対抗できる、戦闘職を手放すというもので、当面の検閲は受け入れることになり、厚しに訓当された幾は賛成しない。絵はカオルに対し図書隊をやめ未来企画に、 入るよう光を説得すれば、左門を中止させるという。しかし幾は断り、彼女を探しその場に踏み込んできた厚ツに連れられて帰る。左門は中止され、幾らは安心するが、絵の暗躍は続く。ある日、茨城県近代美術館で開かれる、表現の自由をテーマとした展覧会に、今や自由の象徴となった世界に一冊の希少本。 図書館放棄要欄を貸し出しすることになり、会場警備と極秘の輸送をタスクフォースが担う。しかし一時保管場所となった茨城県の図書館は、未来企画に洗脳された館長の下で検閲を受け入れ戦闘を禁じて織子の要欄所有権を両火隊に譲り渡す。要欄を奪うため両火隊は数百の戦闘員を送り込み激しい攻撃を仕掛け、 幾の怒りと果敢に戦うタスクに心打たれた、茨城の戦闘員も救援に加わるものの、次第に追い詰められてゆく。この戦闘は、絵が仕掛けた、タスク壊滅作戦であり、最終目的達成のために、了解委員会と交渉する彼のもとに、西名岩尾司令が現れ、自らの辞任と引き換えに戦闘中止を持ちかける。検閲が蔓延した原因である。 王道被害や人を傷つける表現と国民の無関心、図書体存在意義を無意味と得く絵に対し、それでも世界には守る価値があると、西名は反論する。やがて完全に追い詰められたタスク一同は、最後の作戦として得くといくの二名に、美術館まで直接要欄を届ける役目を託す。封鎖された市街地を抜ける仰隊の攻撃を受けた厚紙はカオルを守って重傷を負う。 幾はツ氏に一人で洋卵を届けるよう命じられ、思わず彼の唇を奪い思いを告げる。追われながら美術館玄関に走るカオルへの発砲を狙う、両肩に突然光が浴びせられる。それは玄関前でカオルを囲むように迎え入れた現地児らと報道陣による大量のカメラのフラッシュであった。展覧会で洋卵は無事展示され、タスクの活躍も紹介される。 後日、怪我から回復した厚氏は、カオルを捕まえ、以前に話したカミツレのお茶を出す店に自分を連れて行く。用意、事実上デートの誘いをする。絵は、未来企画を解散して、久しぶりに、光と愛、兄への憎しみを超えて人を信じるという彼と対話する。西シが図書隊を去る姿と、エンドロール後、カミツレ T の並ぶテーブルを映して映画は終了する。 2014年12月4日にメインキャスト陣、監督、脚本、音楽は同一チームで継続すると発表された。また、続編の企画は前作の企画段階から視野に入っており、上映後のファンからの続編希望も受けて制作が決まった。2014年12月中旬にクランクインし、2015年6月19日にスペシャルドラマ、 図書館戦争ブックオブメモリーズと共にクランクアップした。映画第一作のロケ地が武蔵野第一図書館として引き続き使用されたほか、宮城県図書館が主要な戦闘場面となる茨城県の図書館としてロケに使用された。同図書館でのロケは、冬季恒例の図書点検期間にあたる2015年1月22日から2月4日の休館中に、 職員通路などを含む館内や広場で行われた。公開にあたり、同図書館では、特別展、図書館の自由に関する宣言と題したイベントで、本作の主題である、図書館の自由に関する宣言関連展示とともに、映画関係の展示、撮影場所をめぐる館内ツアー、キャストによる外線イベントが行われ、同館に対し本作の映画フィルムが寄贈された。また、 館内の地形広場を映画にちなむ新名称として主演の岡田が上連れ広場と命名した。シリーズ一貫して館内ロケが行われ重要なシーンがいくつか撮影された10日、超情報館には本作ロケ終了後撮影に使用した図書館の自由に関する宣言パネルが寄贈された。日本全国323スクリーンで公開され、 公開初週土日2日間の全国映画動員ランキングでは初登場1位となった。同期間の動員24万6395人、興行収入3億2、946万2700円で前作の初日データに比べで動員150.1%、公衆152%の伸びを記録した。観客は男女比15対85。 16から19歳が32.3%、20代が27.8%で、鑑賞の動機に続編であること、原作小説やキャストのファンであることが上位に挙げられた。翌週の10月17日18日の同ランキングでも1位となった。図書館戦争ブックオブメモリーズに関するカテゴリー、図書館戦争、ザラストミッションマイナスに関するカテゴリー、ありがとうございます。